春選抜2回戦突破と、ね、まあ、夏の大会ベスト4ができましたから春選抜もね勝ちたいですね、頑張っていきましょう。いや楽しいですね。もう全然もうなんか栄冠をやめようと思わない、ね、現在深夜 3時じゃねえ現在12時半となりましたが、ね、やめる気がしません。さ春の選抜、準々決勝と、これに勝てば、なんだもう分かんないな。おし荻野行こう。さあ沈黙の荻野でしたが、おっと萩原が、ただ宮原の調子が悪い、うわ不安、宮原の調子が悪いには不安だな。萩原ちょっと防御率めちゃくちゃ上がってきたな大丈夫かな。平林をねちょっと一旦下げて結城をちょっとショートで使ってみようかなと思います。まあ、片桐はこれでいいとして、そうですね、まあこんな感じで、そしてついに服部が4番にニンニンがついに4番になりました。いやーこれ楽しみですな。向こうはなんだこれ、いって書いてある、なんだろう、ひらがなでいって書いてあるダサそう、ひらがなでいはダサいぞ多分、ひらがなでいだぜ、だって学校名が多分ダセーぜ。ひらがなでいって何なんだろうな。いさはやいさはやだったあれめっちゃ知ってる地名が出てきた長崎県のいさはやか、いさはや漢字で書かないんだそうか、いさはや強いさはや強いさはやのくせに強、うわいさはやに3点取られたすげえ悔しい、いさはやに3点取られるって、うわいさはやに3点は悔しいな。さあ見てみよう、いさはやなんだ、すげえ弱そうとか言っちゃった。おっとピッチャーえげつねえな、うん力石、うん、おおおお、そうか、あ片尾守備ですか、うん宮崎川島慶三、そうか、あ古川、あ今村、長崎出身がいっぱいいるな。勝てるのか勝てるのか果たして、まあ、とりあえずもう今日は荻野しか盗塁できないものでしよう。いやー諫早だったか、そうかアスロカード、そうか諫早か、すげえ弱そうなんだけどね諫早の野球と考えると。ワボー、なんでキャッ、なんで審判の方見たんだ、今の本当にボールですかっていう確認ですか、やめてください、ボールでいいでしょう、もう1点返そう、1戦ぐらい、ちょっと今日ちょっともうここ 2,3 日荻野が沈黙してるから犠牲フライで1点、 OKOK、 今ので、うん、これでいい、これでいい、これでいいよ、これでいいね、とりあえずもうこの4点を一気に返すんではなく、ギリギリだったな1点ずつ返していくっていう気持ちで、おっとっとっと、まずいね、4点差が縮まらねえ、4点差が縮まらねえな、強えな諫早、諫早のくせに諫早のくせして強えな。向こうのピッチャー稲垣が強え、さあここで4番強き、ここでさすがに4番の席も果たしてもらいたいね、そろそろね、だってここの春大会に入って1回も打点してないんじゃない、もしかしたら強きさん本当に大丈夫かい、強きさん来年1に入ってきたらもうレギュラー抜けるかもしれないぜ。ツーアウト1・3塁、チャンス作れてるんだけどね、チャンスは作れてるんだけど、いかんせんちょっと点が入らない、向こうのピッチャーが強すぎる、三球種だって5レベル5以上あるんでしょ、強いよ、うまー強えな向こうのピッチャーが、チャンス作れてるんだけどな。7回裏ノーアウトならまだ次打順が回ってくると思う、そして稲垣がもう全然疲れねえな、諫早のくせに、諫早のくせにってやっぱ言っちゃうよね、長崎出身だから、諫早のくせしやがってっていうのがやっぱ一番合うな、諫早なのにっていう。よし見ようぜ沈黙の荻野、打つね、なんで打ったか分かんないけど、さあ4番ニンニン、今日も元気に1安打、ここで1点返したいな、4点を9回に返すのはちょっと厳しいものがあるんだよな、しかし向こうの稲垣がいいピッチャーだからな、
向こうの稲垣が強いんだよな。本当に左のエースって感じ。うん、タッチされた恥ずかしい。うん、ちょっと盗塁何もとやってみるか。ああいけた意外と盗塁いけた。ここはね1点取りたいけど、まあ露木さんだからな。もう全然期待してないよな。露木さんに全く期待ができないんだよな。いやもうこれ変化量がえげつねえな。うん、変化量がえげつない。うん、ちょっと負けムードではあるけども、ここでとにかく1点。おっとワンアウト一塁。三原かタイム伝令。うん、1イニングちょっと上げるか。うん、ここで1点も上げたくないんだけどな。いけっかな。よしよし。風が強いのはお互い様だからね。外野への打球っていうのはもうほとんどあのフライになると思っていいから、こんだけ風あると。あとはもうゴロ系のヒットをいかに減らすかみたいなとこあるから。宮原は割とゴロピッチャーだと俺勝手に思ってるんだけどね。おいいね宮原もう風を読んでひたすら外野フライを打たせるという技を持ってるからね、天才だよ。さあノーアウト一塁。こっから逆転の口火を切りたいな。くせ者、できればここから逆転の口火を切りたいな。そして向こうピッチャー変わったな。どんなピッチャーになった。大貫、どんなピッチャーだ。どんなピッチャーですか。タイム大貫スクリュー。コントロールですか。そうか、すげえのが来たな。おし、オッケー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 、チャンス広げよう。オッケー、いや逆転できるよここから。いや逆転できる逆転できる、ここから全然逆転できるよ。いいねいいねスタメン即ヒット、勇気いいね。おし、いや逆転できる。3点差だろ、詰めれる詰めれる。こっからだろう、うちはおそらくこっからだろう。いけ、いやもう大抜きなら打てる気がする。スクリュー7だけどね。おーし、いけるいける。さあここでピッチャー宮原か。うわー、でも宮原抜かしたらマジで誰もいない。いや宮原抜いたらマジで誰も抑えれねえんだよな。これはもう後のことを考えてちょっと宮原に行ってもらうしかないな。熱血か、ここでお任せ。いやここはもう正直フォアボールでいい。フォアボールだったらフォアボールでいい。ゲッツーが一番怖い。いやいい、もう全然いい全然、今のでワンアウトで健常でいい。打てたらラッキーぐらいだから。さあここで有吉、ちょっとエンドランを使いたくない。頑張れ。おお、ああ犠牲フライか。オッケーオッケー、オッケーオッケー、あと2点返せる、あと2点返そう。いやーでもまあだいぶ詰めたよ正直。こっから全然あるからね、こっから逆転全然あると思ってるよ俺。大抜きなら全然打てるだろう、全然打てるだろうお前ら。怖くないだろう、稲垣より怖くないだろう。おっと、ああさあ2点追いつける。おっとノーアウト1塁。さあ宮原さん、ここで抑えなきゃちょっとまずいですよ。うん、ちょっと1イニング1打席、ああ1打席か。3番力者でも抑えたいからな正直。ここはマジで抑えなきゃいけない部分だから抑えよう。よしよしよし、いいね。正直4番もちょっと怖いけど3番を出す方がちょっと怖い俺は。よし、いやいい全然いい。さあ川島が来たことによって1人潰せた。いいねいいね。宮原大丈夫か、宮原大丈夫か、宮原大丈夫か。いいね、おっと
いやでも抜けたらもう絶対1点入ってからここだな。投手能力上げよう。いや今のはいい、今のはマジで抑えてくれてラッキー、よかったよかった。逆転できると思ったのに、マジか、4点差か。そうか、急に厳しい戦いになったな。ダメだなこれ、宮原打たれそうだな。いやまあまあ1点、さあ5点差。宮原も疲れてきたので投手交代しましょう。ニーブラ行ってみるか。ニーブラ行け、ニーブラファイト、いけニーブラ、お前のカットボールを見せてやれ、お前のもう多分全国屈指のカットボールを見せてやれ。いいね、シュートしか投げないね。うん、ニーブラちょっと現実味のない天才になってきたな。いやーちょっと急に俺いけると思ったんだけど、2点差なら4点はでけえな。ここで荻野が出てくれたらぐらい考えるか。ここで荻野が2塁に行ってくれたらいけると見た。まあそうだよね、ちょっと沈黙の沈黙だもんね、完全に荻野が沈黙してるもんね。いやー急にちょっと6点差が重いな、6点差が急に重い。まあ先般は完全に強気なんだけど先般は完全に強気なんだけどね、もうこいつが大ブレーキだからね、大もうこの甲子園春の選抜で大ブレーキなの強気だから。いやー、リサハヤに負けるか。そうか、俺リサハヤに負けたのか。中崎県のリサハヤに負けたか。いやまあまあ全然ね。まあでも春選抜だからそんなに力を入れてるわけでもないからね。中堅校、うわ急に中堅校になったな。白土に戻ったか。なんで急に中堅校になったんだろうな。わりかしいい成績残してるはずなんだけどな、春の選抜であんだけ勝って。いや割と頑張ってるはずなんだけどな。ちょっと宮原さんに何か覚えさせよう。宮原さん何か覚えるかな。思い球とか結構ねありがたいんだけどね。おしおし、宮原が思い球になった、ありがたい。そっか、うち中堅校になったか。結構頑張ってるはずだったんだけどね。まあまあその新入生にちょっと期待しますか。春休み入りました。うち結構頑張ってるはずだったんだけどな。結構頑張ってるはずなんだけど中堅校になっちゃったか。逆にどこが強豪なんだ俺ら以外で。こんだけ割といい成績を残してるにもかかわらず中堅校って言われる筋合いが全くもって見当たらないんだけどね。結構頑張ってるんだけどね。そうか、俺中堅校なのか。強豪でいいと思うんだけどね。全然中堅ではないと思うけどね。打撃マシンが壊れた。打撃マシン予備あったっけ。打撃マシンあったっけな、予備。あ、ねえな。次勝ったら導入ぐらいだろ。導入まで待つか。さあ、4月。いまだにうち誰も天才型出てないっていうのがなんか不思議だよね。天才型一人ぐらい出てもいいと思うんだけどね。いまだに誰も出てないっていうのがなんか、なんとも言えないよね。なんでなのかなっていう不思議さはあるけどね。裏。裏、制球はいいんだけどさ、変化球磨こうか。ニーブラ。ニーブラはなぁ。ニーブラどうしていいんだかわかんねえな。変化球磨こう。深津さん。深津さんはまあ、変化球磨こうか。結城さん、
ゆきさんはパワーでいいかな。片桐全部お任せになってんの、なんだろう、まあ、守備か補給かな。守備、まあ津田は代打の神になりたいから。ヨネさんがミーとビーになったか。そうか、パワー C にしよう。ニンニンも総力上がったな、肩で。守備富田が上がったから、富田どうしようかな。なんかこのままここで終わらせるのもちょっともったいない気がするんだよな。未だに使い方がわからないまま結局ここまで来ちゃったな。パワーあげよう。横溝さん、横溝さんはまあそのうち多分黙っててもミート上がるだろう。肩、平林パワーあげるか。有吉弾道あげよう。で弾道3になっちゃったな、どうしようかな。パワーあげるか。つゆきもパワー A にしよう。よし、2018年度が始まりました。さあ新入生がいて誰が入ってくるかな。天才型いまだに誰も入ってないからね。天才型一人ぐらいちょっとそろそろ見たいんだけどね。見たいっつって見れるわけじゃないからね。でもいまだに一人も入ってないのはちょっと不思議だよね。そろそろ確率的に入ってくるはずなんだけどね。さあさあさあ誰が入ってくるかな、楽しみですな。ゴー。さあ誰が入ってくるかな。今日入学式が、はい、10人、あ10人入ってきたんだ、いいね。さあ天才肌がいないので天才型は入らずとダメだな。寺尾くん、西尾くん、菅原宮田、石塚、神保、うん、音橋、萩原、新堀、新堀、交互、怪我しにくいやつが入ってきた大丈夫かな。